これね本当にねこの絶妙なんだよな、この平ら具合とかね、こっち側とかこの重さとか惚れると思う。この重さすごいよフルタングって。はい、こんにちは、三宅模型三代目店主三宅和明と申します。今日はね結構最近あの模型をね作る人の中で流行ってると言っていいのかな、ちょっとあれですけれども、あの筋彫りってあるじゃないですか、あのパネルラインを彫ったりとか、それとかあのガンダムとかでこうなんだ、もともと入ってるとこをもっとカキッと見せたくてね、さらになぞったりとか、そういうような工具っていうのがね実はここ近年結構出てまして、それこそ筋彫り堂さんの BMC タガネがまああのうん、あの時はなんだオラザクかなんかの時かな、ビバイモデラーズクラブの方がこれ使ってますみたいな形になって、それが商品になってっていうのがあって、それから結構筋彫りブームというかね、ずっとこういろんなところで筋彫りっていうのが使われてて、でタミヤさんも筋彫りの工具出してますし、それからまあクレオスさんも出してるし、それからなんだウェブさんも出してるし、はい、いろいろとね各メーカーその筋を彫るためのものっていうのねたくさん出してるんですよ。その中で今日ねちょっとね面白いものがちょっと最近登場したので紹介してみたいかなと思いまして、こちらパネルライナーというものでピットロードさん取り扱いのもので、あのインフィニモデルさんっていうところから出てる商品になります。これがね結構すごいんですよ本当に。どこの辺がすごいかっていうのはちょっと今ねお話ししていきますね。ちょっと開けて、これ 0.15 ミリなんですけれども開けていこうと思います。まあね今ねそんな話をしながら、これね僕今使ってるあの筋彫り堂さんのタガネ、これはね皆さん使ったことっていうか持ってる方も結構多いんじゃないかな。はい、これのねやっぱりいいとこっていうのはねこう小さいですけどね、このなんだ刃にねあのタングステンカーバイトを使ってて、タングステンコを使ってまして、それであの非常に硬くて切れ味がねすごいいいと。ただねこれやっぱりあの売れててですね、まあ、あの筋彫り堂さんってあの私が店舗を構える、北海道、同じ北海道の企業さんでね、あのうちも卸してもらってたんですね直接。ところがものすごいその筋彫り堂さんの生産能力を上回るぐらいものすごい売れてて、で直のね、ちょっと自分のホームページの方での販売をまず中心として、ちょっと今卸しをしばらく休ませていただきますっていう連絡が来て、うん、それでね、ちょっとまだ今すごい勢いで売れてるので、ちょっとなかなか手に入れるのが難しい状況、うちの店でも今ね扱えなかなかちょっと扱えてないっていう状況にあるものなんですけども、ものはすごくいいです。そんなことを踏まえて今回紹介したいのがこちらインフィニモデルさんのパネルライナー。はい、ほらいろんな工具あるけど、これたあの筋彫り堂さんのタガネと同じ感じの形状の、まあ、タガネタイプ、あのねこう引っかくやつとかね、それとかノコで入れるやつとか、まあ、いろいろあるんですけど、その中でこのこういうキュッてこう立ててね引いてくタイプの筋彫り工具になります。はい、これねちょっとね俺驚いたところがあって、金額的にはね、まあ、だいたい BMC さんの高値と同じぐらいの金額のものなんですけど、これもねタングステン鋼を使ってます。ですから切れ味抜群だしめちゃくちゃ硬いです。実際僕ももうすでにこれは使い始めてます。はい、なかなかねやっぱり後発だけあって考えられてて、こうグリップするところのねこの平らなとこだったりとか太さとかはねここにね刻印で入っております。なのでねちょっと粗い使い方とかしても消えることとかないし、で分かりやすいけど、ちょっとね若干ね老眼にはね字ちっちゃいなっていうところはあるんですけれども、まあ、丸いところにキュッとねレーザーで彫刻してありますね。持った感じすごくいいです。ちょっとねずしっとしてるの、うん、重さがすごいある。でこの長さのバランスとかもねすごいいい感じなんですよ。筋彫りって力入れてガーってやるもんではないので、はい、この重さでクックックとね、まあ、ちょっともうちょっと力入れた方がいいかもしれないけど、ある程度本体に重量があると使いやすいと思います。なんでこんなに重いの、びっくりしたのがね、これねフルタングなの。これ歯だけがタングステンじゃなくて絵まで全部希少金属こんなん使ってんの、全タングステンで作るってね、ちょっと多いって思った。初め僕どっからねこう筋彫り堂さんのとかね継いでるんですけど、タングステンをねここのところ
これねフルで来てるので、僕も端どっから継いでんのかなとかって思って、きっちり説明とか見たらね、フルタングステン、例えばねフルタングのね、サバイバルナイフとかそういうものも存在するんですけれども、それとかもね刃から柄まで全部タングステンだから、よじれだったりとかそういうのに非常に強かったりとかね、そういうところはあります。ただこれはねさすがに 今手元に持ってきたのは 0.15mm、 このサイズだとよじれに強くても刃は欠けちゃうかなとは思う安心感はあるよね。でこれ太いところとかになると、僕は結構ね彫刻刀に使ったりとかそういうような形でね使う場合もあるんですね。あとモールド、大きいモールドを入れる時とかはね、太いのでこうパネルライン細いので引いて、その途中一部だけ太くしたいって時は太いのをそこに合わせてキュッてやるんだけど、そういう時とか太いのとかでね力を加えてももう全然へこたれる気は全くしない。うん、これはね重さであれなんであれねすごくいいよ本当に。手に持ったらね、わこれは良さげだねってみんな思ってくれると思う。今ね現行で発売してるのもこれもねしっかり刻んであります。サイズ 0.1、0.15、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0 までがはいラインナップとして出ておりまして、0.3 から 2.0 までは税抜きで2900円で、0.15、0.2 が税抜き3200円、 0.1 が税抜き3800円というふうになってます。で、でこれからね4月ぐらいから、出始めるんですけど、こちらの方でねさらに細いところ、ここも出てまいります。0.075、 それから、0.005、ゼロというね三角形にとんがってるもの、そちらの方がこれからね3本4月にラインナップされる予定でして、そちらの方は税抜き4200円という形になってますね。これねなんで細い方が使ってねえんじゃねえ、まあ使ってないって言っても絵も全部やってたらねこの辺だと関係ないのかもしれないけど、なんで金属少ないのにみたいなことを思う方もいらっしゃると思うんですけど、細い分だけ精度出していかなきゃいけないんですよ。どんどんがっちり精度出していかなきゃいけない。それでね細いのは金額が高くなっていきますね。まあね太いのもねどれぐらい精度出てるのかなっていうと、マイクロメーターとかがねちょっと手元にないのできっちり測ることはできないんですけれども、自分がノギスとかでねある程度当ててみたりとか、まあ、ハイトゲージとかでねキュッてやってみた感じだとそこそこ精度は出てます。僕持ってるのはね 0.015 よりも上だけしか持ってないので、はい、その中では0.02ぐらいは出てそうな気はしますね。こうルーペつけてキュッてやって実規格の定規に当ててみたりとか、ハイトゲージで挟んでみたりとかした感じは出てそうな感じがします。今日まあね、その精度って言っても、まあ、下の刃が上の刃よりも大きくなることは絶対ないので、ある程度強弱をつけてね掘りたいっていう時にはね、まあそんなに 0.0 何ミリの精度っていうのはそんなに関係ないのかなとは思いますね。ただね本当にこれから発売になるね0.075 とね 0.05 か、その辺とかはねもう金額高くなる分だけね、そういうのは出してくるんじゃないかなというふうに思っております。今日はこちら筋彫り工具のインフィニモデルさんのパネルライナー、ピットロードさん扱いのものですね、こちらの方紹介させていただきました。うちのお店は店頭に来たら僕使ってるやつを、手にも取っていただいて構いません。他のお店とかでもね手に取って持てるとことかあればね、ちょっと触らせてもらったりとかね、店主の人使ってたら触らせてもらったりとかしたら多分結構ね惚れると思う。この重さすごいよフルタングって。はい、三宅模型では各種 SNS、Twitter、Instagram、Facebook やってございます。YouTube もね、高評価、それからチャンネル登録いただけますとモチベーションも上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、不定期ではありますが、ライブ配信もやっておりますので、お時間ある方は遊びに来てください。待ってまーす。はい。商品によって若干個体差とかあるんですかね。いやー、そうね、そうね。そこの個体差はね、正直なことをね言ってしまえば個体差はある程度出るかなと思う。うん、筋彫り堂さんとかでもやっぱり手作りのもの、これ機械でやってるものじゃなくて職人さん手でね
やってて、しかも一人とかが作ってるわけじゃないので個体差は絶対出てくると思う。でさっき言ったあの精度っていうところ、あの 0.0 何ミリの精度っていうのはまあまあね、あのそこのところの検品精度だから、そこのところはないにしても、うん、個体差は出ると思うな。まあ、あってもね、そのよっぽどですよね。そう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 、うん、だからその検品制度の中に収まってるっていう形になると思うね。うん、まあ、海外製品でね、これ韓国の製品なんですよ。はい、それでピットロードさんで入れてっていう形なので、まあ、あのね、代理店さん、ピットロードさんが求める、そこのねメーカーさんに求めるあのね基準っていうのはクリアして出てきてると思うので、そこはね、まあ、信用していこうかなというふうには思ってますね。 0.1 ミリと 0.75 とかって刻んで出せるぐらいの技術があるってことですね。そう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 、逆にすごいですよね。そうそうそうなのさ。だからね、うん、これはねすごいと思うよ。うん、しかもフルタムでやってるからね、すごいよ。てかね、そのさっきも言ったけど、その、まあ、確かにね、その精度もあれなんだけど、この持った感じと力の入れ方、これがねすごく、これ安定してるから、安定っていうか、この重量感はなかなかこのサイズで出てこないぐらいにね、あの安定してるので、だからねこの具合はね、それこそね、あの超細いの、細いの、中間の、太いのみたいな感じで 0.7 ミリって書いてなくても俺使えるよそういう感じで使うんだったらもう全然ありだと思う。これはねいいよ。うん、なんか手に馴染んだらもうそれ一択みたいな、うん、そうだね、そんな感じがするかな。俺多分これから買い足しこれになると思うんですね。筋彫り系ね、筋彫り系っていうか、こういうタガネ系か、うんうんうん、他の筋彫りのものとかでもね、あのいろいろいいところは、形状が違うからいいところはいろいろあるので、まあ使い分けはするんだろうけど、タガネ系だったら、そんなこと言っちゃいけないのかタガネ系だったらこれ買っちゃうかなうん、うん、まあ、手に馴染む道具って一番いいですよね。そうそうそう、手に馴染む道具はいいね、うん、うんうんうん、ね、重いのがいいっていう人もいるし、重さが無理っていう人も中にはね、そうだね、ええ、うんうん、そう、いるかもしれない、うん、そう、個体差はねあるのさ、うん、1個見つけ、あの俺持ってるやつでもロット違いなんだよね、ちょっと個体差見つけちゃってさあっていうね、うん、でも力の加減で 0.0 何歩って変わるもんなんじゃないんですか。いや違うのさ、その太さのね個体差じゃないの、すごいねいやそんなのお前気にすんなよってとこなんだけどこのねレーザーインコクの位置がね、センターがちょっと違うんだよね。製品の問題、精度の問題じゃないですね。そうそう、そういう個体差見つけちゃった、うん、はい、すいません、ちょっと今の訂正します。ですね、ここの文字、あの僕ね今ずれてるよみたいな話したじゃないですか。そしたらね、僕ねファーストロットとねその後のと思ってるんだけど、これ初めねフォントで普通に入ってる状態だったのが、後発のやつねロゴになってるのさ、それでねここの位置がずれたんだと思う。今後この改定がかかったロゴ版になってくれば、もしかしたら全部合ってるかもしれない。工作上問題ない、工作上問題ない、うん、ただね歯の方はもうどれも、大体出てると思う、うん、